皆さんこんにちは、簡単折り紙です。今回は蓋のところが羽のような形になっている箱の折り紙を折ってみたいと思います。少し変わった形ですし、折り方が難しいところもあったり、両面テープを使って貼り合わせをしなければいけないところもあるんですけれども、とても形としては、かっちりとした面白い形の箱の折り紙だと思いますので、ぜひ折ってみていただければと思います。では早速折っていきましょう。用意するものは15cm×15cm の折り紙が1枚、ピンセット、そして両面テープになります。ではまず色のついていない方を表にします。そして中心を通る線で折り目をつけていきます。折り目がついたら開きます。そして先ほどつけた折り目に向かって折り紙の縁を折り返していきます。逆側も同じように中心に向かって折り紙を折り返して折り目をつけていきます。折り目がついたら折り紙を開きます。そして先ほどつけた折り目に向かってこちらの縁を折り返して折り目をつけていきます。逆側も同じように、ここの折り目に向かってこちらの縁を折り返していきます。折り目がついたら折り紙を開きます。そして同じようにこちらの縁を折り紙の中心についている折り目に向かって折り返しをして折り目をつけていきます。逆側も同じように折っていきます。折り目がついたら開きます。そして先ほどと同じようにこちらの折り目に向かってこちらの縁を折り返して折り目をつけていきます。逆側も同じようにこちらの折り目に向かって折り紙を折り返して折り目をつけていきます。
り目がついたら折り紙の表と裏を逆にします。そして次にここについている折り目の交点に向かって縁を折り返していきます。残り3箇所も同じように折り返しをしていきます。はい、ここでまた折り紙を裏返します。そしてここについている折り目を利用して折り紙を表に折り返します。そして次に折り紙をこの角とこの角を結ぶ線でこの部分を三角形に折りたたんでいきます。ここの奥の部分の折り目はしっかりとつけてください。そして折り紙が持ち上がった状態になっていると思うんですが、ここの角、ここの角とここの角を結ぶ線で折り目をつけていきます。ここの部分は表に出るようにしてください。まずここの折り目をしっかりとつけて、ここを角に合わせて折り返しをしていきます。すると折り紙がこうなります。次にここの角をここの角に向けて折り返しをしていきます。この部分が四角く出てくると思うんですが、ここの端まで折り目をつけてください。そして折り目がついたら、ここの角をここに合うように三角形に折りたたんでいきます。そしてここの角とここの角を結ぶ線で折り紙を折り返していきます。そして同じようにここの角がここの角に来るように折り紙を折り返して引きます。そしてこの四角の部分の折り目はここまでつけてください。そして先ほどと同じようにここの角をここの角に向けて三角形に折り返していきます。
そしてここの角とここの角を結ぶ線で折り返しをしていきます。ではまた同じようにここの角がここの角に来るように折り紙を折りたたんでいきます。そして折り目はここまでつけてください。そしてここの角がここの角に来るように折り紙を折り返します。そしてここの角は一旦このように潰してください。そしてここまでできたらここの内側に隠れている部分を表に出します。そうするとここの角が持ち上がってくると思うんですが、それを手前に折り返します。そして次にここの三角形の部分を開いて正方形の形が出てくると思います。そしてここの部分に折り紙が1枚隠れているんですが、それを持ち上げて潰していきます。ここの三角形の角は手前にならないように内側に入るように折り返しをしてください。逆側も同じように1枚持ち上げてそのまま折り紙を潰して畳んでいきます。次にここの三角形の縁をここの中心に合わせるように折りたたんでいきます。逆側も同じように三角形の角を折りたたんでいきます。そして次にこの部分に両面テープをつけて固定をしていきたいと思います。三角形部分を一度開いて両面テープを貼り付けて固定をしていきます。固定が終わったら折り紙をこのように手前に折り返します。では残り3箇所も同じようにやっていきます。まずはここの三角形の部分を開いてこのようにします。そして内側に入っている折り紙を持ち上げて畳んでいきます。逆側も同じように隠れている折り紙を持ち上げて畳んでいきます。そしてここの中心に向かって三角形の角を折り畳んでいきます。
逆側も同じように折っていきます。そして一度開いて両面テープで固定をしていきます。両面テープの大きさはだいたい1センチ ×1 センチぐらいの大きさに切っています。そして両面テープで固定をして、固定が終わったらこの部分を手前に折り返します。では残り2箇所も同じように折っていきます。はい、ここまでできたら折り紙を一旦裏返します。そしてここの折り目とここの折り目の部分を利用して角を少し持ち上げて、この部分を三角形にしてつまむようにして、この部分に折り目をしっかりとつけます。少しこの部分は左右に折り返して折り目をしっかりと付け直すといいと思います。ではここの角も少しつまむようにして持ち上げて、ここの三角形のこの部分にしっかりと折り目をつけていきます。折り目をしっかりと付け直します。では残り2箇所も同じように角をつまんで、この部分にしっかりと折り目をつけて折り目を付け直します。
折り目が入りました。では折り紙をまた裏返して指を入れて少し広げていきます。そしてここの角の部分なんですが、先ほどつけた折り目を利用して内側に押し込むようにしていきます。そうするとこのように角がしっかり出てくるようになると思います。同じようにこの部分を指で押し込んで、三角形にへこませていきます。指で押し込んで、内側から少し形を整えながら三角形にへこませていきます。こんな風に四隅がへこんでくると思います。この状態でこの羽の部分を平らにしても綺麗な形の箱になるんですが、今回はこの部分を少し手を加えていきたいと思います。まずここの角とここの角を結ぶ線で折り紙を折り返します。そして次にここの三角形の部分を内側に折り込みます。では同じように残り3箇所も折っていきたいと思います。まず角に合わせて折り紙を折っていきます。そしてこの部分を内側に折り込みます。では同じように残り2箇所も折っていきます。では最後にここの三角形の部分を少し押しながら、裏から押しながら形を整えていきます。はい、これで蓋の部分が羽状の形になった壺といいますか器の完成です。少しカクカクとして変わった形にはなるんですが、面白い箱の折り紙になるので、ぜひ折ってみてください。